ません、朝日新聞の原田と申します。すみません、話変わりまして、あの府議補選の関係で今日あの告示されたかと思うんですけれども、あの勝永市長選自体は、まあ、事実上の不戦敗となったというところで、まあ、この府議選のこう府議補選のこう大阪維新にとってのこう意味合いというところを改めてお伺いしたかったんです。はい、今回の選挙は大阪府議会議員の補欠選挙になります。あの現職の府議が首長に出られたことに伴う府議補選でございまして、で府議会というのはですね、今政務ですあれやけど大阪維新の会発祥のところでして、でそこから大きく改革が動いて、あの維新の大阪では改革が進んできたと。でそれはやっぱりまずは厳しい財政運営の中で政治家が覚悟を決めて給料削減したり定数削減したり、あの徹底した行財政改革というのを行ってきて、そして成長 の戦略を打ち出して財源を確保して行政サービスを向上させていくといういい流れを作ってきたところが大阪府議会だと思ってますので、この府議会で の議席というのは非常に重要になると思っています。あの大阪府議会ではたくさんのメンバーが今改革を引き続き続けていくために戦ってますけど、ここに新たに河内長野からぜひ入っていただいて、大阪全体の成長を大阪 府議会で牽引していくというためにも非常に重要な選挙と位置づけております。